国光さん、りょうさん、ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。頑張って日本語でプレゼンテーションさせていただきますね。皆さんこんばんは。一応こちらニューヨークでは朝早いですけど、まあとにかく日本時間で、皆さんこんばんは。レッキー・グレインと申します。スペースメッシュのコア開発者、コアデベロッパーでございます。今日はお聞きになっていただき誠にありがとうございます。スペースメッシュを皆さんに紹介できること、とても幸せだと思います。今日はこのようなアジェンダですね。まずはスペースメッシュのプロジェクトを紹介し、それから私たちのミッションについても少し、説明します。そしてスペースメッシュのプロトコルも簡単に紹介いたします。最後にプロジェクトの、今のステータス状況と、あと興味のある方はどのようにスペースメッシュへ参加できるかについて少しお話できるかと思います。まずは自己紹介させていただきます。名前はレティ・グレインと申します。専門がソフト開発ですね。まずじゃあ なぜ日本語が話せるかと言いますと、大学ではコンピューターサイエンスだけではなく、日本語も一応専攻し、日本の東北大学に留学したからです。まあ全部でだいたい5年間ぐらい日本語、ごめんなさい、日本語を勉強しました。残念ながら今は話すチャンスが少ないが、まあ今日皆さんと少し日本語を話せることととても嬉しく思います。ブロックチェーンに戻ると、まあだいたい3年前2017年から、まあ、フルタイムでブロックチェーン産業で働いております。元イーサリアムのコアデベロッパーで、去年からスペースメッシュに入社しました。なぜイーサリアムからスペースメッシュの方へ転職したかと申しますと、まあ、イーサリアムで働き出した時はもうメインネットの段階に、なっておりまして、新しいブロックチェーンを一番最初から、ごめんなさい、一番最初から作り出してみたいと思いましたからです。スペースメッシュでの役割はコア開発と、あとプロトコルの研究開発です。ちなみに、この写真ですけど、去年のイーサリアムのデブコンという大きなコンフェレンスで大阪で撮った写真です。回転寿司が大好きです。では早速、スペースメッシュのプロトコルとプロジェクトを簡単に紹介させていただきます。他のプロトコルとどう異なるかと申しますと、まずはブロックチェーンと違い、データ構造がチェーンではなくメッシュなのです。メッシュというのは、まあ、英語で言うと DAG、Directed Acyclic Graph ですね。ある、データ構造ですね。そしてコンセンサスアルゴリズムに関してですが、Proof of Work や、まあ、国光さんもおっしゃったと思うんですけど、Proof of Work や Proof of Stake ではなく、Proof of Space Time という、私たちが開発した新たなアルゴリズムを使用します。少し後でプロトコルの様々な側面についてもっと詳しく説明します。そうする前には、私たちスペースメッシュの、まあ一応英語で言うと Y、つまり私たちのミッション、生きがいみたいなものについて少しお話ししたいなと思います。テクノロジストとして、まあ、ブロックチェーンテクノロジーがすごいからっていう気持ちももちろんありますが、どちらかと言いますと、やはりテクノロジーよりも社会的な理由の方が、まあ、重要だと思います。世界では貧富の差がますますひどくなるとともに、社会的に信頼感が低下している、現実にあります。基本的にブロックチェーンというのは、まあ、AR や AI や VR と同じように最先端なテクノロジーで、すごい力や可能性を持っております。やはり悪にも善にも使用できるものですが、このテクノロジーを理解する人、使用できる人として、ある程度、その善に利用する、つまり、まあ、英語で言うと、use for good っていう信念があると私たちは強く感じます。ビットコインやイーサリアムはこの約束を果たすことができませんでした。なので、パブリックの面には今ブロックチェーンっていうイメージはあんまりよくありません。これが問題ですね。私たちにとって一番重要な条件として一般人、誰でもが
すでに持っているハードウェアを使っただけで参加できることですね。そうすればマイニングにも参加し、コインを貯めることもできます。これがスペースメッシュの、まあ、約束、ミッションみたいなものでございます。スペースメッシュのスマートコントラクトはどういうふうに使用されるかと言いますと、一応目標がメーカーたちですね。例えばアーティストや音楽家が自分でスマートコントラクトを書いて、自分の支払い条件を実施できるように使用されると私たちはとても嬉しいです。続きましてはスペースメッシュがビットコインとはどう異なるかについて少しお話しします。私たちはビットコインが大好きですよ。ただコンセンサスアルゴリズム、このプルーフ・オブ・ワークには様々な問題があると思います。どのような欠点があるでしょうか。まずは、国光さんもおっしゃったように、エネルギー問題ですね。皆さんもご存知だと思いますが、ビットコインは中規模国と同じ量のエネルギーを使用します。ビットコインやイーサリアムのマイニングには高価な専門的機器が必要なので、マイニングが中央集権化されています。とてもセントライズですね。あと、インセンティブコンパティブルというのは、まあ、プロトコルに参加するすべての当事者が、プロトコルのルールに従うように、動機づけられます。ビットコインは完全にインセンティブコンパティブルではありません。例えば、セルフィッシュマイニングという現象があり、大規模のマイナーは新しく採掘されたブロックをネットワーク全体にブロードキャストする前に、自分でそれに基づいて次のブロックをマイニングし始めると、有益であることもあります。これがプルーフ・オブ・ワークの一つの問題ですね。ビットコインはもちろんプルーフ・オブ・ワークですが、第2世代ブロックチェーンはほとんどプルーフ・オブ・ワークの代わり、プルーフ・オブ・ステークという、コンセンサスアルゴリズムを使用します。ただ私たちはプルーフ・オブ・ステークにも様々な問題があると思います。では、プルーフ・オブ・ステークにはどのような欠点があるでしょうか。まずはネットワークが最初に起動されたときは、Proof of Work ならまあ簡単にコインを配布できますが、Proof of Stake ですとそうすることはできません。なので、Proof of Stake を使用するプロジェクトは、一般人がマイニングに参加しながらコインを手に入れるのではなく、まあコアチームや投資家ばかりにコインを渡さなければいけません。Proof of Stake ではマイニングをバリデーションと呼びます。バリデーションするには、まずコインをゲットしないといけません。つまり誰かがすでに採掘されたブロックを自分に売らないといけません。したがって Proof of Work や私たちの Proof of Space Time と違い、厳密に言えば Proof of Stake は無許可、permissionless では、アルゴリズムではありません。それにコインをゲットするためには、まあ普通はコインベースさんみたいな取引所に行ってクレジットカードで買う方法しかありません。ただし私たちのターゲットは若者ですよ。クレジットカードや銀行口座のない15歳の若者はこのようなネットワークに参加できません。私たちにとってそれはとても残念に思います。Proof of Stake は一言で言えば参入障壁がとても高いです。セキュリティの側面からも見ると問題があります。Proof of Work なら、まあ簡単にセキュリティについて推論できますが、Proof of Stake のセキュリティを分析するためには、非標準の過程が必要ですね。言い換えると、Proof of Stake はセキュリティがとても複雑ですね。Permissionless ではないので、もしマイナーが共謀すれば、ネットワーク全体が目に見えないカルテルに捕獲されるリスクもあります。この権力の集中は分散化、ディセントラゼーションというブロックチェーンの、まあ、コアアイディア、コア考えとは対照的ですね。また、やはり多くのユーザーがコインを取引所に預けるので、取引所に多くの力や影響力を与えます。これもある問題ですね。続きましては、技術的な側面について少し、説明しましょう。簡単にスペースメッシュのプロトコルを紹介させていただきます。
スペースメッシュではマイニングすることをスメッシングと呼びます。それでマイナーのことはスメッシャーと呼びます。スメッシャーはネットワークピア、つまりコンセンサスに参加するものですね。スメッシャーはスペースメッシュのアプリを自分の PC にインストールしただけでハードディスクの空き容量を割り当ててコンセンサスに参加できるようになります。このプロセスはただ5分くらいですね。すごく簡単ですね。すべてのスメッシャーがネットワークのフルノードになります。っていうのは、すべてのトランザクションや状態遷移を自分で検証します。それにすべてのスメッシャーはトランザクションをブロックに照合し、ブロックを採掘する権力を持ちます。そうすることで、スメッシャーはネットワークのセキュリティや安定性を維持するのに役立ちます。しかも、スメッシャーはブロックを生成するたびに報酬を受け取ることが保証されています。コンセンサスアルゴリズムに関しては、先ほど説明したように、スペーススメッシャーはプルーフ・オブ・ワークやプルーフ・オブ・ステークではなく、Proof of Space Time という新たなアルゴリズムを使用します。簡単に説明しますと、CPU の代わり、ハードディスクの空き容量を利用し、コンセンサスに参加できるようなアルゴリズムでございます。ビットコインや他の Proof of Work のブロックチェーンと異なり、スペースメッシュではハードディスクの空き容量を活用し、マイニングを行うため、エネルギー消費量が小さいですよ。なぜスペースメッシュはスペースチェーンではなくスペースメッシュという名前がついてあるでしょうか。スペースメッシュはブロックチェーンに似たようなところが多くあるんですが、規定構造、データ構造としてチェーンではなくメッシュ構造で作られています。メッシュというのは、先ほど言いましたように、英語で言うと DAG、その Directed Acyclic Graph のタポロジーですね。後で時間があればもう少し説明しましょう。これがもう一つ重要な特徴です。でございますが、レイスフリーという意味は、ビットコインや他のプルーフ・オブ・ワークのアルゴリズムで、マイナーが競争しながら次のブロックを作り出すパターンではなく、その代わりに全てのマイナーの作り出した的確なブロックが絶対にメッシュに入るメカニズムですね。もう一つ重要な特徴は、ハードディスクは Proof of Work におけるマイニングや Proof of Stake に必要な、資本力と異なり、広く一般に普及しているため、一般人でも参入しやすく、中央集権になりにくい性質を持ちます。これら全ての理由により、スペースメッシュは他のブロックチェーンより非常に高度な分散化を実現することができます。誰でもが、どこからでも参加できます。これは、一応、サトシ・ナカモトさんの、本来のビジョンに近いものですと私たちは思います。続きましては、現在のプロジェクトのステータスについて少しお話しします。スペースメッシュは、大体3年前、2017年に設立されました。その時からずっと頑張ってきまして、今年6月からテストネット Tweedledee を成功的に起動いたしました。皆さん、この名前、がおなじみかもしれませんが、不思議の国のアリスのキャラなんですね、Tweedledee さん。今のところ、研究開発はほとんど完了しておりまして、メインネットは来年前半起動っていうのがターゲットですね。スペースメッシュコインについて少しお話ししますと、ICO がありませんので、手に入れる唯一の方法は自分でスメッシャーを走らせることですね。コインがいつどこの取引所に掲載されるかは私たちが全くコントロールできません。では最後に興味のある方、どのようにして参加できるかについて少しお話しします。スペースメッシュは 100% オープンソースでございます。私たちの GitHub で全てのコードがご覧になれます。最初のリンクですね。やはり
まあ、パーミッションレスなので、すでに多くのコミュニティメンバーからの貢献を歓迎しております。興味があれば、ぜひ遠慮なく貢献してみてください。コーディングだけではなく、さまざまな貢献方法がございます。あと、チャット、第2番のリンクですね。チャットにジョインすると、グローバルコミュニティの全員とコミュニケーションができます。もちろん、日本語のチャンネルもございます。スペースメッシュのウェブサイト、spacemesh.io では、プロトコルやネットワークについてさまざまな資料がご覧になれます。で、最後の2つのリンクなんですが、Twitter をお使いの方は、こちらもご覧ください。今日のプレゼンテーションは以上でございます。皆さんお聞きになっていただき、誠にありがとうございます。はい。レイン、ありがとうございました。はい。そうですね。続いてですね、パネルディスカッションの方に行かせていただきたいと思ってますので、少々準備にお時間をください。レイン、久しぶりの日本語だったと思うんですけど、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、少々お待ちください。準備している間にですね、パネルディスカッションに関しては、皆様からですね、Q&A を、この Zoom の機能をですね、最初の方、Twitter から多分やってきたんですが、ね、ちょっとすごい荒れてる質問も来てしまってるんですけども、ちょっとそっちも流していただいてですね、パネルの中で質問がございましたら、どんどん質問してください。私が最後に拾って Q&A で、まあ、登壇者の方に質問をしたいと思います。はい、お待たせしました。続いてパネルディスカッションの方に移らせていただきたいと思います。パネラーの、ご紹介をまずさせてください。まずですね、スペースメッシュから、ファウンダーの、トマーから紹介をさせていただきたいと思います。トマー、can you hear me? So, I'd like to introduce yourself and I'd like to, talk aboutyour expectation to the Japanese community at briefly. Hello. Yeah, hello. Thank you everybody for joining us and thank you Gumi for setting this up. This has been really nice experience for us. Really appreciate it. Thank you. I come from venture capital background. I was an investor for many, many years. And I saw the transition in the investment phase from big companies to small internet startups. So I was very lucky to be investor throughout all this period. I was then an entrepreneur, a CEO of a company, which I sold.For $70 million, so it was a big success. And at this point in my life, it became important for me to do something, to change something, not to just do for myself, but to do for other people and to do something
big. And then when Satoshi Nakamoto white paper came along, it became very clear to me that this is my life calling to play in this industry. And I think you heard a lot today about why space mesh is important, but it took us several years, 3 years to build space mesh, 3 years of almost 20 developers. It's a lot of code. We have basically rebuilt the entire stack of the blockchain from scratch. And yeah, we are very excited, and we believe that finally, kids, you know, 15, 16 year old kids can mine some coins on their PC and become players in the game. Right now, if I don't have a KYC and I don't have a credit card, I'm pretty much locked outside of the game. And this is sad, because this was not the original intention. And as for my expectation to the Japanese market, I love Japan, I love the Japanese people. I am focusing on Japan as the area we would like to start from, because I think that the Japanese people care about values. Japanese people care about fairness, about ecological, about green, and all those things Space Mesh care about, I think are best appreciated in the Japanese market. あ、Thank you, Tomer. 簡単にちょっと通訳をさせていただきます。はい。まず、皆さんお集まりいただきありがとうございます。もともと、トマーの方はですね、ベンチャーキャピタルの方で働いてたというところです。で、まずね、まず、まあ、ビットコインの、まあ、登場した時にですね、まあ、サトシ・ナカモトの、まあ、非常に夢のある、まあ、ストーリーがこのクリプトの世界にもありますので、まあ、そこに共感しながらも、こうやって広がっていって、まあ、そもそものサトシ・ナカモトの夢、最近ね、まあ、ちょっとあの金融庁の長官の、まあ、方がですね、今こそそれが意味を持つみたいな話もあったんですけど、まあ、そこが本当に実現できているかっていうと、まあ、ちょっと、まあ、そうでもないかな、まあ、先ほど国光も言ったんですけど、っていうところがありながら、まあ、そこを本当に実現したい。という思いがあって、スペースメッシュをまあ、立ち上げて運営をしていますと。まあ、それが電力消費だったりとか、みんながフェアになれと。で、ターゲットに関しては、まあ、これ家の PC でできたりするので、まあ、若い世代にこれを、まあ、家でも自分の PC でできますから、マイニングしてもらって、次世代の資産にしていただきたいとか。というと、まあ、大手の、まあ、資金も入ってますので、まあ、将来性はある程度、まあ、保証がされているとあれですけど、まあ、あるところありますので、若い世代に向けてターゲットをしていると。で、まあ、日本のことも大好きでして、まあまあ、グリーンパワーといいますか、まあ、大変エコロジーな価値観だったりとか、まあ、倫理的な価値観というのも非常に、大切にする文化だと思いますので、日本の、皆さんに向けてスペースメッシュというのをお知らせしたい、というかあことで、まあ今回、参りましたという形で、まあ、ちょっと要約にはなるんですけど、こういった形でございます。Thank you, Tomar. はい。で、続いてですね、ご紹介させていただきたいと思います。まあ、グラコネの CEO かつ、ミスビットコイン、として知られる、藤本舞さんでございます。舞さん、よろしくお願いいたします。あ、声がですね、ミュータが聞こえてないですね。すいません。もしもし。あれ、マイクの調子が。もしもし。あれ。ちょっと機材的にトラブルがちょっと出てるようですので、ちょっとすいません。一旦ちょっ と、スキップさせていただいて、ちょっと後で舞さんに質問をしたいと思います。すいません。申し訳ございません。すいません。突然なんですけども、続いてですね、じゃあすいません。ビールさん、
お願いしてもよろしいですか。ハッシュハブというですね、ブロックチェーンのコミュニティスペース並びにですね、まあ、旧の D10Lab と言われた、まあ、ブロックチェーンの研究、をやられていて、まあ、このクリプト業界では非常に有名な企業なんですけども、そこから CEO を務められているビールさんに、もうスペースメッシュの研究もちょっとやられているということで、来ていただきました。ビールさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ちょっと簡単にですね、ハシャブの、ご紹介と、ちょっと今回トマーに質問が数点あるということで、はい、質問をしていただけたらなと思っております。質問はパネルディスカッションが始まってからっていうのが、まあ、いくつかしていただいて、はい、っていう感じで、今自己紹介と、はい、まあ、いくつか、まあ、キーとなるところを今していただきたいなと思っております。わかりました。はい、はい、株式会社ハッシュハブのビールです。今さっきのご紹介いただいたハッシュハブのリサーチですね、ハッシュハブリサーチっていう名前に最近リブランディングしたんですけれども、DeFi だったりとかパブリックブロックチェーンエンタープライズなどいろいろ調査をして、記事を読んでいただけるようなサービスを提供しています。そうですね、今日聞きたいこと結構たくさんトマさんには、あるんですけれども、いくつかそうですねピックアップすると、例えばなんかもう少し技術的なところを、詳しく聞きたいっていうのがあります。例えばなんかメッシュのあたりだったりとか、もう少し分かりやすく、チュートスプロトコルとかヘアプロトコルとか、ちょっともう少しお伺いできればなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ビールさん、ありがとうございました。後ほどですね、まとめてトマーに、質問を、まあ、各皆さんから事前にある程度質問をいただいてますので、まあ、誰々か皆さんの各人の、まあ、質問者の名前とですね、まあ、ちょっと英語でそのまま聞ける方にはちょっと英語で質問もしていただいて、まあ、聞く方は英語なんですけど、私がちょっと随時要約を入れたいと思っております。はい、ビールさん、ありがとうございます。続いてですね、ダンさんですね、ハッシュキー DX、もともとハッシュキーというのはですね、まあ、海外での、クリプトスペースでの非常に、有名な、ベンチャーキャピタルでございまして、結構いろんな有名なプロジェクトに投資をしていただいてるしてたりするので、その辺の海外投資家の目線でですね、まあ、海外において、まあ、ちょっと日本だとちょっと、日本の視点ではなく、スペースメッシュがまあ北米とかで注目されているので、まあ、こうやって注目されているだとか、まあ、その視点、投資家目線で気になる質問であったりとかいうのをちょっとしていただきたいなと思っております。まあ、ダンさん、簡単に自己紹介とですね、気になっているポイントを軽くご紹介いただけたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。株式会社ハシキ DX のダンと申します。本日このパネルにご招待いただきありがとうございます。まあ、まずハシキに関して簡単に紹介させていただきたいと思います。当社の親会社は、香港に協定においてあるハシキデジタルアセットグループという会社ですと。まあ、主な事業はさっき松原様も少し紹介してくれたんですけど、まあ、一つ一番、まあ、大きな事業としてはベンチャー投資ですね。2015年から関連会社投資所に、世界中の、ブロックチェーン企業に対して、約200社に対して、投資を、行っておりますと。有名なのは、イサリウム、コスモス、あとは日本で最近STO 市場で結構名前出してる、セキュリティズとか、そういうプラットフォームに限らずに、アプリケーションの、ブロックチェーンアプリケーションのスタートアップにも、積極的に、資金と、他のリソースで、全力でサポートして、おります。まあ、ベンチャー投資以外に実は、ね、2つあまり日本では知られてないんですけど、実は、他の2つの事業も、展開しておりまして、1つはいわゆるそのブロックチェーン技術ソリューションの開発と提供ですね。それも海外ではすでに、プラットフォームから、アプリケーションを開発して、すでに社会実装、なってて、社会実装に向いて、実用化、されてますと。でもう一個は、デジタルアセットのインフラ事業ですね。どういうことであるかというと、
各あの、まあ、地域に主に、香港、シンガポール、日本で、金融ライセンスを申請して、まあ、あるいは香港ではすでに、取得しておりますけど、取引所事業、ブローケージ事業と、あとアセットマネジメント事業ですね。そういうあのこれから到来する、デジタル世代に、あのデジタル時代に向けて、デジタル時代に、あるべき姿の、デジタルアセットの、いろんな金融の、インフラ事業を、展開して、おりますと。で今回あの、スペース、あのスペースメッシュさんですね、あのに対しては、あ当然まずあの、さっきレンさんの話の中では、社会実装に対して、すごくこうコミットされたいですと、そこはまさにあの投資家グループと、同じ思いで、確かにあの、まあ、ビットコイン誕生して以来あの、まあ、まだそのパブリックチェーンがいっぱい出てますけど、ただ、まあ、本当の意味 の, その大規模で、社会実装になっているかどうかというと、まあ、ちょっとはてなマーク、がありますと。じゃ あ, あ当然、新しい、プロジェクトが出てきたたびに、投資グループとしては常にあのそういう最新の技術トレンドを見てますし、今回の、スペースあのメッシさんもあの、まあ、有名な欧米 の, あの大手の、ベンチャーキャピタルから投資を受けてますし、ポリチェーンとかコインベースとか、まあ、当社としても当然昔から、研究、しておりますし、まあ、非常に、ね、有望な、プロジェクトとしては、見ておりますと。でじゃ あ, あの今日せっかくあの機会がありますので、私たちとしては、まあ、技術面として、非常に興味ありますし、の先ほどレンさんの話の中であの私個人的なあの、まあ、興味あるところは、まあ、当然、ね、POS、POW はそれぞれ の, そのアルゴリズムは、まあ、問題ありますと、そういうリスクがありますと。ただ、じゃ あ, あの DAG といいますか DAG、こういうアルゴリズムの中、アルゴリズムじゃない、そういうネットワークあるいは今回新しいコンセンスセスアルゴリズムではどういうふうにその攻撃者あるいはあの怠け者、要するにあんまりこうコミットしてないものをどういうふうにこうあのパネリティ、あのパネリティを上げるか、あるいは罰を与えるのか、それによってやはりあのこのパブリックチェーンでその経済性、あ経済モデルというかエコノミーモデルが非常に重要なので、そこに関しては非常に興味を持っております。以上となります。皆さんありがとうございます。後ほどですね、質問を直接先 の, あの手にしていただいて、まあ、まあ、私がちょっとあの英語で質問したいと思っております。はい、皆さんありがとうございます。続いてちょっと先ほど飛んじゃったんですけど、ミスビットコイン、藤本舞さん、よろしくお願いいたします。聞こえますか？はい、聞こえております。先ほどは失礼しました。And Thomas, thank you for having me tonightで、あの今日はあのとてもすごい楽しみにしていたんですが、あ自己紹介先すると、藤本舞と言いまして、2011年から仮想通貨にちょっとハマりまして、この業界にいます。でもともとその仮想通貨ハマったきっかけがやっぱサトシ仲本のホワイトペーパーに感動したわけなんですけれども、で今回のスペースメッシュさんこういう機会をいただいたのでちょっと調べたんですが、やっぱりそのサトシ仲本のそのホワイトペーパーの本来あるべき姿というかで、いうので新しいそのコンセンサスアルゴリズムを考えたっていうところに私はすごく惹かれまして、もちろんやっぱりあのプルーフオブワーク自体はすごい発明だったんですけれども、そこで今その集権化してるって問題は確かにあるっていうところがあるので、そこをどう解決していくのかっていうところにすごく興味があります。で今さっき聞いてあのターゲット層が15歳とかその若い人で誰でも参加できる、誰でも参加できるっていうのはある程度分かってたんですけれども、まあ、その若い層で簡単にできるっていうのもすごく面白いなと思って聞いていました。で一方でちょっとそこで質問が湧いてきたのが、あの全てのスメッシャーが報酬を受け取るなら、なんか逆になんていうんですかね、それがものすごく低い報酬になっちゃって電気代よりも高くなっちゃったりしないのかなとか、あ低くなっちゃったり報酬が低くなっちゃったりしないのかなっていうところちょっと疑問に思ったので、自分もやってみたいんで聞いてるんですけど、うん、あとノードに参加者が増えれば増えるほどなんかこのメリットが少なくなって、そこら辺のインセンティブ設計とかとても気になります。であと何個か質問あるんですが時間もありますので、今日私はそれをちょっと参加してみたいんで聞いてみたいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、まいさん、ありがとうございます。ですね、まあ、自己紹介いただきましたんで、まあ、ディスカッションの方に移りたいと思います。まあ、ディスカッションといっても、ちょっと、ズームでこうオンライン開催でもありますんで、ちょっと事前にいただいている質問をですね、答えていきながらお話を進めていただきたいと思います。ちょっと突然なんですけど、順番が、ビールさんからになったので、ビールさんの質問からですね、したいとは思っています。事前に結構な数をビールさんから質問をいただいてますので、まあ、おそらくそこまで、一個区切られているので結構聞いちゃって大丈夫だと思いますので、一つ一つ気になる点を聞いていただきたいと思っております。ちなみになんですけど、さっきまゆさんがおっしゃってた、どうやってスメッシングに参加するのかみたいなところの話から入ってもらった方がいろいろスムーズに聞きやすいかもっていうのがあると思う。そこからちょっとディープに入った方が分かりやすいかもね。分かりました。じゃあちょっとそこから僕からちょっとまず一回聞いた上でちょっとビールさんのお話質問に移りたいと思っております。 So Tomer, the first of all, we want to ask youSay how we can get involved as a smasher of the space mesh. We would like to know how we could be involved in this the space mesh chain as a smasher. So everybody with a PC at home and some free drive is welcome to participate. It's very simple, but.You go to Space Mesh, you download the client. Once you run the client, you choose a drive where you want to allocate some space. You choose the amount of space that you want to choose, like 4 gig, 8 gig, and so on. And then once you decided how much space you want to give, Space Mesh will fill the drive.In some cryptographic, let's call it garbage, and it for as long as you don't delete this space, you remain an active miner participating in the protocol. Now, as to other bits and question, I will say about the DAG a little bit. So, the issue with the DAG.Which one needs to understand is that we did not want to have a leader. So leaderless. Why? Because if you want to choose one leader, you have to have race. And in a race, it depends what the price of the coin is. But if the coin is very valuable, it makes sense to spend a lot of money in order to build dedicated equipment.That will make me win the race more times. So I win unproportional amount of the rewards if I have some fancy technology. The idea around the mesh is that we create 400 blocks every layer. Basically all the legal blocks are accepted and no one is competing. So as a weak miner, let's say I have the minimumrequired hardware, I am still guaranteed to be treated fairly. And I will get my fair share of the reward, however small. But this is crucial that you cannot, as a miner, if you want, you cannot do a big muscle and price out basically everybody else. And this is the key to the space mesh technology, that even if you join now as Amazon,with, I don't know, a hexabyte of storage, the little guys continue to get their fair share. And not only that, because Amazon joined, the price of the coin increases. And this makes it even more attractive for more home miners to join. So if Amazon's idea was to centralize and they start to get in with a lot of storage and the price of the coin increases as a result,And now more people join and confront them, that actually this is the dynamic we were looking to achieve, which is the opposite dynamic of Bitcoin. Okay, thank you, Tomer. ちょっとか簡単に要約したいと思っております。まずですね、参加する方法なんですけど、まあ
クライアントのアプリケーションを、配布、まあ、しますので、それを入れていただいて、まあ、自分でどれだけのストレージをですね、提供するかみたいなところを選んでいただいて、でたまった、まあ、ストレージに、まあ、もちろんブロックがたまっていくんですけど、まあ、そこは捨てたいときは捨ててくださいみたいな感じではある、まあ、その提供時間によって変わりますので、報酬がですね。なので、まあ、方法としては非常に簡単で、アプリケーションを普通に PC の、ダウンロードして走らせると。で、どれだけストレージ提供するか選ぶみたいな感じになっております。はい。で、まあ、先にご質問に答えていただいた形になってるんですけども、ですね、そもそも先の初期、要はブロックチェーンって初期参加者の先行者利益みたいなのが結構あるのですが、そこに関してはそうではなくて、レースフリーですね。まあ、競争のないような社会で、みんなが平等にずっと参加できるような社会とかを作りたいと。で、もしアマゾン、例えば AWS やってるアマゾンなんかが参加してきた場合は、それはそれで価格も上がるし、といった、まあ、ところで、まあ、まあ、価格が上がればみんな、まあ、後から参加した人も、まあ、それはハッピーになるであろうというところ、でという回答でした。はい。でそれを、はいはい、踏まえてビールさんのご質問に行きたいなと思って。いいですか。ちょっと追加で質問なんですけど、はい、本当に何も持たなくていいんですよね、最初にトークンとか。ああ、なるほどなるほど。はい。それビールさん、はい、英語堪能なので。Okay, Tomer-san. So you're saying, people who want to participate in smashing don't have to own anything, like any cryptocurrency, right? Correct. Okay. They don't need to own anything, just PC and some drive. Okay. And then I think Lane explained that it only takes 5 minutes to start participating in the validation. Mm. No. So the first time, mm-hmm. the first time, it takes like 2 days for the space to be filled with the cryptographic garbage. So the first time you join the space mesh, you download the client, you have Windows and Mac and Linux, so it's for consumers, not for people who run servers on their home PCs. And the once you download and install, you are then essentially you wait until the drive is full. This takes about 48 hours. It depends on the amount of storage that you chose to give the protocol. And once that's done, you will enter the next epoch. So all in all, it can take about, 1 week until you start to actually get smashed. Okay. Okay, thank you.翻訳をですね、ちょっと急遽日本語も英語も担当なので、よくあとスペースメッシュも詳しいレインに、少しだけお話ししたいんですけど、一応アプリケーションをインストールするのは大体5分、すごく簡単ですけど、インストールした後のその最初のイニシャリゼーションが1日から2日間ぐらいはかかります。うん、つまり報酬が受け取れるまでは、その最初のイニシャリゼーションの時間が必要です。Yeah, we now have a testnet and everybody can try it. You can now go to spacemesh.io, download the client to your PC, install and participate in the testnet. And it's very, as Lane said, it takes 5 minutes, but the longer part is the part of the cryptographic filling of the drive.当然ですけど、パソコン開けっぱなしですよね。当たり前だけど、その間は。うん、はい、その通りです。ね、なので、私たちは、ラップトップじゃなくて、PC の方に、の方がおすすめですね。はい。うん、なるほど。ありがとうございます。はい。ちょっと待ってば、待てば誰でも参加できるって、ナッシングアットステークとかは大丈夫ですか？
レイン、どうでしょうか。そうですね、これが、技術の話になっちゃいますが、簡単に説明してみますと、一応 Nothing at Stake ではなく、その最初の2日間、うん、その時間が、そのコンフィギュレーション、セットアップの時間こそが自分のステークですね。その最初の48時間、だけ、Proof of Work みたいなCPU の、アルゴリズム走られています。わかりますか？大丈夫ですか？つまり、何かプロトコルに従わなければ、自分のアイデンティティが消しされるリスクもあります。だから、Nothing at Stake では実は、そうではないですね。ありがとうございます。あれですね、ビールさんいっぱい質問いただいてるのもあるんですけど、ちょっとやっぱり投資家目線っていうのもやっぱりちょっと聞いてみたいと思ってるんで、ダンさんの質問にもちょっと行ってみようかなと思っております。はい、ダンさん、事前に質問をいただいてたですね、まあ、そのフェアであるがゆえにちょっと抱えるんじゃないかという問題ですね。はい、実はこれ、まあ、ホワイトペーパーに書いてたりするんですけど、ちょっとお願いします、うん、私から、そうですね、はい、まあ、当然 QW、PUS それぞれ問題ありますけど、まあ、集中しすぎとか、うん、または、まあ、いい面から見るとやはり、まあ、稼ぐ人もちゃんと働いた人はちゃんと稼げるという、うん、まあ、資本主義みたいなそういう社会にも合理性がありますけど、ただ、まあ、一方で、まあ、スペースメッシュさんは非常にこうフェアな社会というかエコノミー、ね、を集中し、してされてて、じゃあ、まあ、よくある話ですけど、まあ、さっきの多分ナッセンオフステークと同じような話が出てきますと、じゃあ何もしたくても、じゃあ、あるいは、もっと頑張る人はもっともらえないのか、そんなに頑張らなくても同じように平等にもらうのか、まあ、そこはやはりこの全体的なエコシステムのモデルの設計によって、うん、エコノミーのモデルによって各そのステークホルダーというか関係者の利益が変わりますので、そこはまず今現状どういう、まあ、まずそもそもその、ワットペーパーに書いてると思いますけど、まず一番最初からどういうふうに考えてますか、その後にじゃあ実際にどういう対策がその平等、あるいはその攻撃者と怠け者を罰を与えるそういう具体的な措置があるかどうかを伺いたいと思います。うん、ちょっとこれ私トマに質問したいと思います。トマ、So he's asking, so since you know, yes, sir, yeah, you understand. I can try to explain the answer. I think what is exactly important in blockchain is linear in the rewards.Linearity in the reward. So if you spend double the resource, you get exactly double the amount of reward. And if you make a million times, you get exactly a million times the reward. But if you have $10 million and I don't, and using this $10 million, you now get way more than 10 million times the reward, you bent the curve. So the curve becomesnot linear. And when the curve is not linear, this is where the big unfairness comes in. And essentially you make an ASIC, you spend $5 million on the ASIC, but then you earn $50 million out of the chain. Okay, so here it's like lottery. You are allowed to buy 1, 2, 5, 10, 20 lottery tickets, still fair for as long as you are linear in the rewards with theOkay, thank you. Maybe Lane can help me. はい。ちょっと難しいと思うけど、お願いできますか。いや、日本語への通訳はお任せいたしますね。これが難しいですね。私がトーマーと、日本語から英語に通訳していますが。はいはい。そこのレイスフリーのところにちょっと答えていただければなと思ってます、日本語で。はい。あと、そのホワイトペーパーにも書いているところなんですけども、その、なんだっけ、そのアタッカーに対して、はい、
その、まあ、フェアがあるゆえにアタックを、要はビットコインという攻撃され、ビットコインとかブロックチェーンが攻撃されますんで、それをどういった感じで防ぐかっていうところについて、ちょっとまあ日本語でちょっとレインの方に質問、ご説明いただけたらなと思ってます。はい。いいですかね。はい。そうですね。どういうふうにアタックを防ぐっていうことですね。はい。はい、このところはですね、実はビットコインとはそんなに、違わないと思います。まあ、もちろんスペースメッシュでもビットコインと同じように 51% アタックみたいなの、まあ、リスクというかその現象もあると思うんですけど、誰かがそのハードドライブの空き領地をネットワーク全体よりも持っているとか、ネットワークに割り当てていると、そういうアタックはできないことでもないと思いますね。ただ、できるだけ多くのその空き領地をネットワークがアトラクトできれば、これがまあ時間が経てばネットワークが大きくなってリスクがそれとともに小さくなりますね。なるほど、理解しました。はい、難しいです。わかりました。まあ、リオさん、少し英語で説明してみると、yeah, basically, it's this part of the protocol is no different from the way Bitcoin or Ethereum works. We have no magic to prevent attacks. The idea is that because anybody anywhere can participate in smashing, if you think about the kind of shape of the curve, like Tomer was describing the reward curve a little while ago, we have a very long tail. Right, a very, very large number of home smashers, people who have a very small amount, 2 gigabytes, 4 gigabytes, 10 gigabytes, 100 gigabytes of space in the protocol. And if you add up the whole small, long tail of the curve, it will dominate. It will be much larger than if you have a few whales, a few participants who have a very large amount of storage space. And so we get our network security the same way as Bitcoin. I'd like to add a sentence here that essentially, if a million people start to mine, then a million people will continue to mine, because at no point will they be forced out by losing money. I was an early Bitcoin miner in home, and at some point I was losing money. I wasn't making anything, and the electricity bill kept rising, so I had to pull my operation down, and this will not happen in space. So if you think about the dynamics after 5 years, 10 years, after a lot of time, you can think about space machines having many millions of nodes. So right now, Bitcoin have only 10,000, Ethereum, I think, have 12 or 15,000 nodes. These are small numbers, okay? And why? Because of the price out, because of the dynamic. I mean, there was a lot more people mining this, but now they are out. So in Space Mesh case, we believe they will stay because they will not lose money and they will keep on smashing. So I think if Space Mesh will succeed having 1 million nodes, this is two orders of magnitude more decentralized than Bitcoin. Two orders of magnitude, so, you know, times 100. More decentralization. So this is important for the security of this. わかりました。まあ、まとめてみると、まあ、やはりビットコインと同じように、まず攻撃、まあ受ける可能性があります。特に初期段階で参加するそのメシア、要するに、まあ、マイニングする方が、あるいはパソコンが少ない状態であれば、まあ、攻撃されやすいのは、まあ、だろうと考えてますと、ただ、まあ、やはりどんどん、まあ、この参入するそのハードルが低いので、まあ、パソコンがあれば誰でも参加できるという、まあ、参加するハードルが低いから、まあ、最初からもなんかこうだんだんこう数を増やすじゃなくて、一気に大量の、パソコンが参入するじゃないかという前提で、だから最初からも、まあ、いっぱい参加者がいらっしゃるので、まあ、攻撃されにくいじゃないかという想定ですね、おそらく。はいはい、まあ、確かにビットコインと比べると、まあ、やはり専用なパソコンがいらない、最初からもいらないから、
最初からもなんかこう、まあ、イーサリアムビットコインも同時にそういう問題があったんですけど、要は専門のマシンがないとなかなか参加しにくい。だからこそ最初の段階はやはり弱いですね。そこはやはりあのスペースマッシュが、そこをあの、まあ、配慮して、まあ、だからこそその PUST と DAG を、採用した理由じゃないかなと思います。はい、はい、皆さん、トーマーありがとうございました。レインもありがとうございます。 Thank you. Thank you, レイン。 Thank you, トーマー。で、まあ、だからこそなんだけど、Yeah, I got it. I think I will answer in English with your permission. What is important for us in a blockchain is this idea of self-healing. So even if the assumptions of 51% honest, etc. are broken, you know, people say it will never happen. Maybe it will never happen, but what if it does? Okay? Then, at the minute that the miners, the strong miner no longer holds 51%, the blockchain will self-heal. It will go back to its original state where the legal miners agree. So my answer to you is, I don't mind at the beginning that we are weak. Because, fine, if you want to attack us, fine, you can, and you, maybe even you got the 51%, and now you must continue to spend a lot of money all the time if you want to sustain this position. And I think you will run out of money before the public will run out of appetite to take your money. So eventually it will be, you will need to be very deep pockets in order to sustain this position over a long time. Whereas in a proof of stake blockchain, I need only 1 second that I have 51% and the chain will never be yours again. So that's different, okay, in a very profound way. Let me try to very briefly summarize in Japanese. 簡単に日本語で言いますと、あの、self-healing っていう他の一応フィーチャーを持ちますね、スペースメッシュは。あの、先ほどこれを説明する時間はなかったんですけど、アタックされてコンセンサスがダメになってても、そのアタックが終わる瞬間、ネットワークが自動的に治ります。これがセルフヒーリングですね。なので、あの、トーマさんがさっき言ったように、スペースメッシュネットワークをアタックするためには、やはり、あの、高いです。あの、資本、お金、すごくかかると思います。このアタックし続けるのは、すごいお金かかります。で、アタックが終わると、もう大丈夫の、あの、その状態に、戻れます、ネットワークが。そのような感じですね。なるほど。まあ、分かりました。まあ、そうですね、自己回復ですね。要するに、まあ、あの、やはり誰でも参入しやすいから、そのネットワークの、まあ、ロバス、あの、まあ、ロバスト、要するに強いネットワーク持ってるから、まあ、あの、一時的に攻撃されても、すぐに多分回復だ、まあ、自己回復するだろうというご説明ですね。分かりました。ありがとうございます。はい、で、ちょっとだからこそなんですけど、ちょっとこう、ま、あの、マイさんからいただいてる、はい、質問なんですけど、まあ、今、これ、スペースメッシュの開発者っていうか、そのコミュニティというか、あれですよね、どれぐらいいるのっていうのを、ちょっと結構気になってらっしゃるポイントでしたよね、はい。ですね、GitHub でなんか、多分見方が間違ってたのか、3人、なんか少ない感じがしたので、今、どんくらいで開発してるのかなっていうのは気になりました。So, so how many developers are in your community and on your team? Because, you know, as long, yeah, when we see the GitHub, there's not so many developers on the GitHub. Yeah, we'd like to ask you about that. So Space Mesh is not a big team. Mm-hmm. We are about 24 full-time developers. Mm-hmm. But every one of those 24 is really, you know, carefully picked. Mm-hmm. And unfortunately, we are trying to grow and we see about 20 new developers every month, mm-hmm. but my team don't like them. So it takes us time to grow because we are looking for very sophisticated people with a lot of understanding in some area. Mm-hmm. Of you know, multi-thread and thread safety. So all these ideas are stuff that it's hard for us to find many developers that are already you know, professionals in this front. But
in this cadence of 24 people, we are able to grow ideally. I think if we are too much people, something gets lost in the sharpness and in the togetherness. Mm-hmm. And if you are too few people, then yeah, you can build this, but it will take 10 years. So I was really looking for this ideal size, that we can remain nimble, but also make mm-hmm. progress in a good. So, and also I would like to say one other thing. I think Bitcoin is a way mm-hmm. and Ethereum is a way. Mm-hmm. And I would like for Space Mesh to be another way. So it's not another like Ethereum, okay? So we are not after the same audience that Polkadot and Near and all those guys are going, because that's, you know, I believe it is Ethereum that will take all this action. And for us, it's about reaching out to the younger demographics and about bringing more people that are right now outside of the blockchain camp, inside to the blockchain. Okay, so right now the penetration of blockchain as a whole is not big enough. Mm-hmm. We are targeting other people which are not, you know, the current blockchain developers, but people who care about society and people who are early in their technology cycle, but are also, you know, open-minded and they like to. わかりました。Thank you. まあ、今はすごい小さいチームでやってはいるものの、やっぱりこのちゃんとフィロソフィーを、まあ、ちゃんと、まあまあ、概念、まあ、もちゃんと理解してくれる人たちを、ちゃんといい人たちをちゃんと増やしていくっていうことがこう、まあ、大事なんじゃないかということを言っておりまして、まあ、その辺がですね、今回舞さんとか参加してくれたりくれた理由かなとは思っております。その辺って、まあ、なんか金融庁の長官の方が最近ね、すごいなんか今まではありえなかったエモい発言をしていただいてっていうところでツイートもこの間してましたね、前さん。そうですね、ありがとうございます。なんかもう時間ないかな。なんかそのやっぱり 51% アタック回避するにはやっぱりその、まあ、時価総額も相当増えないといけないし、はい、やっぱりなんかチェーンのユーザーどうやって増やしていかないかってめっちゃ大事だと思うんですけど、はい、その私フィロソフィー大好きなんですね、スペースメッシュさんの、はい、ただその今後の EVM の互換性を持ったスマホを作るのかとか、インターオペラビリティのとこどう考えてるのか、そこら辺とかちょっと聞いておきたいなって思います。了解しました。 How are you thinking about the interoperability between other Ethereum and other blockchain? Tomer, I'm asking. I'm a lane でもいいんですけど。The WebAssembly, I will not go deep into this topic, but the WebAssembly looks to be like a very promising way for interchain collaboration using smart contracts. Mm. I think this is the direction the leading projects, the more sophisticated projects are now going, and also Space Mesh. Mm-hmm. But to May's question, which is a great question, thank you, May. What we wish to do is we wish to make writing smart contracts something very, very simple, okay? So kids can do it. It doesn't have now, if you ever try to write a smart contract in Solidity, you understand you have to be like a rocket scientist in order to do it. And people shoot themselves in the leg all the time because they write bad contracts. And in Space Mesh, we wish to cover, say, 80% of the functionality, but do it in a way which is much more simple, like JavaScript, and is intuitive to lower level of developers. So the barrier of entry to become a smart contract developer can be very low. And this comes together with this focus on the younger generation. Mm-hmm. Now, はい、わかりました。Thank you very much。はい、ですね、実は結構、時間が来ておりまして、1時間のところが結構盛り上がったんで、まあ、もう少しあと10分ぐらいで1時間半になってしまうんですけど、質問いくつかいただいてるんですけども、ちょっと1
個目は、すでに答えていただいておりまして、まあ、一般の人も普通の PC で、まあまあ、マイニングができるというところが気になりま、興味を持ちましたと。ただし、いつも常時起動ですかっていうところがあったんですけど、それはイエスと答えていただいたので、はい、これはイエスでございます。はい、で、で、続いてですね、なんかこれ、ナイジェリアの方からなんか質問をいただいておりまして、はい。How can I get involved from Nigeria? It is the question from the audience. Please come. come to the Discord and talk to us, and we are looking forward to seeing. Yeah, hi. I think Nigeria is very exciting. I would love to have more exposure over there. Hi. ではですね、あ、ちょっと間違えました。よっこらしょ。はい。ですね、長らく、ちょっと長くなってしまったんですけども、本日はですね、スペースメッシュミートアップの方にいた、お越しいただきまして、まあ、夜も遅い中ですね、誠にありがとうございました。まあ、パネリストの皆さんもですね、ちょっと急な開催の、お知らせとお願いであったんですけども、参加いただいてありがとうございました。これをきっかけにですね、ちょっとスペースメッシュ、日本であまりこう告知をしていなかったので、定期的にですね、なんか情報発信もしていきたいと思っております。我々、まあ、インベスターの一人ですので、はい。皆様、ありがとうございました。それと、聞きに来てくださった方々、ありがとうございました。ちょっとまた、定期的にグミクリプトスですね、海外に、まあ、実はサンフランシスコに拠点を置いて、向こうの方で投資をしておりますので、まあ、主に北米ですね、なかなか日本で情報を取れない、まあ、向こうでこう注目が高まっているブロックチェーンプロジェクトの方をご紹介していきたいと思っておりますので、またご案内をさせていただきます。加えて、まあ、我々ゲーム会社でありまして、ブロックチェーンの方でも同じようにコンテンツをブロックチェーンに絡めるところをやっておりますので、そちら方面でも、お知らせをしていただける、させていただけていると思います。はい、改めまして本日はありがとうございました。 Thank you Tomer and Lane and Mai さん、Bill さん and Dan さん、ありがとうございました。これでありがとうございました。はい、ありがとうございました。これで終わらせていただきます。 Thank you はい、では失礼いたします。失礼します。